い、どうもラリホンです。とりあえず今回はみんなの動画を見ていこうと思います。ゴープレイ、ミスプレイ、チンプレイ集確か21というわけでね、朝のねミスプレイ集見ていくんですが、これねワクワクピーナッツさんですね。最近なんかあーって名前の人多くて、しかも上手いし、誰なんだろうと思ってたけど、これワクワクピーナッツさんやったか判明してよかった。というわけでパート21、久しぶりやな。やっぱりクオリティ高い分ね、ちょっとね期間空きますから、まあ、その分ねもう楽しみも今もう絶好調というか、もう最高潮なんで、今回どんなプレイがあるんかな。勇者のちょっと面白いプレイ多かったもんね、単発でね。割っていって、こっからコマンド考えて、新しいな、コマンド3回見せた、コマンドでビビらせる一体俺はどう調理されるんだっていう食材の気持ちになれる見せプレイですね。さあ、おっと長魚で、まさか、マジか。あれ横ビーも結構距離をねなんか少なくさせる効果もあるんかな、風の効果あるからさ、そういうセットアップがあるんかな。今強いな、タクアウト。はい、やっぱいろんなキャラやな。だから若ピアスさんって感じのキャラのねラインナップ懐かしいな。さあパルコか、これどうするんだ、上ビー、え上その天空に対して崖奪いできるも驚きないけど、え上ビーってあんな偽コンボパーツやったやん、そういうのにつけろとやったよな。さあ、うまい、ちょっと待って、もう一個一個のプレイ喋りたいことが多すぎてなかなか追いつかんの、これうますぎる。なんだそのコンボは、バナナ使いやばいな。さあできた、いいな。そして回避見たら二段ジャンプでちゃんと見たよね、ちゃんと見てちゃんと即死コンボできるとこを調整してるね。ああ、もうクラウドの使い方がうますぎんねんな、大完璧やん、大神でこれ終わりけど、大の神やおどわろ、何でも使えるやん、使いやけどおらんやろこれ。バックマンどうするんだ、消火栓上引いてあげて、崖上がりがきついよまだ続くんか、マジかよ。そこで仕留めるんじゃなくてもう一味ね付け加えていくっていうね。ああ、もうファルコンはもう極めすぎて滑らかすぎやろ、やっぱ見せプレイといえばファルコン多いからさ、結構似たようなコンボが多いじゃないですか、見せプレイしていて。いや、なんかもうね、うますぎてさ、もう膝じゃないんだよね。空を締めるよな、膝違って。もうこのレベルになるとね。さあ、これ、リョリ。さあ、後すき、あ、じゃあ、ベオか。ベオが、リョリ、横須賀、後すき買っていて、横須賀、ちょっと、生きった、ちょっと、大丈夫かと思って。使っただけやのに、なんでこうなっちゃうんだって思っちゃうよね。さあ、勇者、どうなるんだ、これ。ええマジかよ、あそこからアストロンバーストまでいけるんすね。まあ、ピオリムやろうと、ちょっとアストロンの場所も調整しやすいかもしれないけど、ピオリム状態の勇者怖いね、要注意やな。アストロンバーストを狙ってる可能性がある、可能性があるっていうだけでもね、もうね怖いから。わわわクラウドのさ、この崖見てよかな、コンボマジでうまいよな。さあ後ろ回避して、あ後ろ回避して、後ろ投げして、どうするんだ、またこのヤバいセットアップこれはあれから消火栓があることによって当たったタイミングに消火栓に上スマ離すとか、そういう意味もあるんかな、タイミングのためというか、なんかそんな気もするけど関係ないんかな、ちょっとそっか分かりませんけど、シークうまいんだよさっきから。ネス、そういくか、上かと思ったらそういくか、もうギリギリ狙ってるやん。さあリヒターの、やっぱこれセットアップ的なのあるよなこれ、うん、これ2段ジャンプのさ、うわこれ強いんだろうな、3つぐらいあってん、この店プレイ中で今のところ相当決めれるんちゃうか。おっと上に上がっていって、あれなんか再放送でねなんか再放送のような気がしたけど、ところはパルプンってか、パルプンってで遅くなっちゃって、どうするんだバスト、まさかのギガデイン、えどうするんやろと思った、そこまで上上げてどうするんと思ったけど、ギガデインがあったか、あそこバーストできる技。おっと飼育がもうわけのわからんコンボをしてますけども、人間卒業おめでとう、うん、卒業証書あげます、うん、人間卒業証書あげますけど、ところはおっとリヒター、またいじめるんかガノンを、またいじめるんかガノンを。さあ後ろ、あうちの下上げして、うん、もうめっちゃ噛むな、なんかもうめっちゃ噛むな、うわあごめんな、久しぶりのあの若くピアさんの見せプレッシャーでもうテンション上がっちゃって実況できないのは分かったんやけど、分かったし俺の興奮を。さあこれで終わりか、いやよかったな今回もな、あまだある、なんだ、え勇者どうすんだ、ピオリもあるよね、めっちゃ早い今のイオンか、あれこれ帰ってこれやんねん
いや、イオで締めるんかっけえな。おっと、イオの次はメガンテ。全力ライオン、そこそこうまい総集編1というわけでね、そこそこうまい店プッシュっていうのが今パート5まであって、まあ、その5パートの総集編かな。いや、もう毎回めっちゃうまいんだけど、の総集編から、もう僕たちは引きます。ドン引きプレイ集を見ていきましょう。ボンバーマンを踏みつけていきましたけど、そっからコンボが入っていて、さ、しっかり崖じゃなくて台の、なんか起き上がり見て、あ、もうガノンがね、もう戦場、小戦場でやるべきこと全部やってましたわ。落ち着いてね、見ればね、もう台でね、暴れれるんで、ガノンは。さあ、あ、なんか落ち着きがいいな。今めっちゃ落ち着きのいいプレイ、立て続けにありますけど、やっぱりね、見るって大事ですからね、読むのもいいけど、冷静に見たらね、簡単にバーストできてもするんだよね。さあ、ダブルメテオというわけでね。さあ、これはリルリ、はい、落として、いや、そう、小戦場付けが上手いんだよな。たはっ。いや、ドンキー今の左側に転がっても当たっちゃうんかってぐらい、でけえか、でけえか、あの的が。さあ、ドンキーやばい。ドンキー撲滅運動が始まってる。さあ、空下入らんかったけど、空下入らんかったのに空下が入っていたもんか、空下が入ってくっていう、もうね、ハリボテですよ、ドンキーは。コンボのための、もうハリボテですよ、もう、あの、サンドバッグよりも上ですよ、ランク。ハリボテ、うん、いつでも当たっちゃう。あー、これガノン積んでんだけど、オーバーキルされてしまうっていうね、あの、オーバーキルされればいいね、あの、生まれてたっていうのがガノンドロフだからね。おー、そっから踏みついて、ドンキーにも見せ場がある。じゃあ、ガノンにも見せ場があっていいんちゃうかと思ったけど、初めの方に見せ場があった、ガノンには。平等や。あー、そんなバーストできるんや。さあ、ファルコ、はい、クエンして、どうするんや。そうめんからコンボですよ、皆さん。そうめんはコンボパーツなんですよね。うん、そうめんを当てることによってね、即死確定しちゃうっていうね、みんなね、そうめんを舐めてはいけないというね、ファルコンの子もうまいっていうね。さあ、カズヤか、はい、財布して、踏みつけて、横びして、踏みつけからそんなコンボが入ってしまうな、もうやめてほしいっていうか、すごい、そっから横スマ入るんだ。横スマ入っちゃったらもう泣いちゃうよ。さあ、お休みして、どうするんや、お休みして、お休みセカンドシーズンっていう実況を、ね、このパート2かパート3だけど、プレイと思うんやけど、そん時でもしたと思う。同じ実況しかできやん、俺。うん。総集編で同じ実況しちゃうっていう。うん。そりゃ同じ実況しちゃうわ。うん。繰り返しなんやから。ああ、うん、これはフレアドライブそういう当て方あるんだなっていうちょっと感心した実況してと思うんやけど、感心しちゃう。何回見てもフレオドラって小戦場で輝く技やったんやっていうね。さあ、これは、おっと、大丈夫か。なんかもどかしいね、今はな。うん。受け身できやんくて、バーストできやんくて、みたいな、なんかもどかしかったけど、まあ、ガオガンがしっかり締めてくれました。ちょっとファルコンパンチします、言うと。ねえ、ファルコンパンチで締めるのがいいですよね。あ、これ覚えてるよ。積んでるやつ、どうしてるわけねんねんっていう。今の無理やよね。攻撃暴りで無理やってんだ。もう無理よ、あれ。おっとっとっと、おっとっとっと、どうするんこれ。おっとっとっと、どうぞ。会心ちゃうけど、まあ、もうあの位置は死んじゃうね。うん、もうあの爆弾持ちきれ、うん、インクリンクは爆弾じゃない。うん、爆弾、おー、来た。空下落としね、これ。これマジでさ、あんまちょっと前回触れてやんかったんやけど、空下落としってやばくない、ガチで。それさ、知らんかったよ、みんな。カズヤ空下で落とせるっていうことが。うん、コンボはロマンだったけど、その空下で落とせるっていうこと知らんかったよ、みんな。だから、あれ使ったコンボまだあると思うんだよね。だからちょっと、これからちょっとあの、カズヤの空下落としコンボのあの、開拓にね、応援というか、エールを送りますよ。頑張れ開拓にエールを送るってちょっと自分で言ってもようがなかったけど、ちょっと待って、もう2プレイぐらい俺のトークで消えてる。消えてるっていうか、フレーじゃないけど、全部うまいから、オッケー、全部うまいから、うん、全部うまいから知ってる、みんな。おー、まあ、そうしないからね、一度実況してますから、まあいいのか。そんな真剣にというか、なんかその、深々と実況しなくても、やっぱハリボテなんですよ、ドンキは。うん、ハリボテじゃなかったらあんな入らんから。これは、おー、どうもただ、おなごを殴りました。これからもよろしくお願いします。こちらこそ、こちらこそパート10、もうなんならパート100まで行ってください。全力のライオン、オリマーの崖つかまり弱い、はてなというわけで、なんだ、オリマーの崖つかまりに当たる技集というわけで、まあ崖つかまり姿勢ちゃうからね、キャラ。リザードンって崖つかみにね、ステージの内側から道連れガノンができるとかいう、そういうキャラもいますから、さ、オリマーはなんだろう、そういう小ネタがあるのかな。まあわざわざ特集するってことはよっぽど弱いのか、そんなイメージないけどね。上京かな、上京はね、頭できるから、
いやでもオリマーだけなんかな。確かになんか被り物のせいで結構判定がでかそうな気もするよね。上今日入っちゃうっていう、うん、ガノンの噂とかも入りそう。わーこれマメコン入っちゃうの嫌だね。これあれが入るやったら多分クロームの横そのとこも入るよね。まあまあ救ってるからね、足で、まあ、足で回転してるからまたちゃうのもうなずけるから、これは何だろう。それは意味不明、それはちょっとどうなんや。うん、あれはオリマーだけなのか。てか結構え？で？入るんすか？ウレドラー、あ、ウレドラーわからんくもない。なんかそういう見せ方もよくあるからね。わあ、もう今の乱数調整か今のステップは。うん。ガノンの首は入るのかな、さすがにオリマー。あー、なるほどね。うわ、つってもやっぱ特集されるほどあるって悲しけりゃな。なんかオリマーってそんなに崖つかみ弱いイメージなかったけど弱いんだね。全力の日本。ガノンに攻撃上がりはダメーというわけで何？どういうこと？まあ、魔人剣とか置いてるところに攻撃上がりダメだけど、まあ、そういう多分簡単な動画じゃないと思うんですよね。それ見たらわかるじゃないですか。なんで、なんだろう？さあ、早速食われてきましたけど、大丈夫か？はい。まあ、デールは勝ってますけどね、今ね。でも、ガノンが勝ってるのかな、この試合。うまい。回避破壊に反転空母とは。なかなか。はい。え？え、お掃除係？え？今、攻撃上がりしたよね。そんなカズヤの下すればみたいな感じで、なんか、地上にいるのにメテオで落ちるとかあるんだね。おっと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 、これやけくそ報復か、やけくそ報復夢物語か、これ。これ夢の中で、報復してるでしょ、報復、逆襲、復讐。でもちょっと僕、そんなことよりも、自分で崖に刺したゴルドを、律儀に、丁寧に掃除してることの方が、なんか、気になったわ。全力はラリオン。難易度ちょいムズというわけで、ミスタゲを2体探せ。ね。久しぶりやね。ゲーム王2体探せっていうちっちゃいゲーム王が隠れてるんですけど、初めてのステージですね、ここ。ここはちょっとカラフルなゲーム王なら、いや、逆にカラフルで見つけづらいかな。みんな一緒に頑張りましょう。うわぁ、なんかミーアン角度とかいますからね、たまにね。空中も前いたんでね。うわ、わかんねえ。今回ガチでわかんねえ。わからんわからんわからん。マジで。うわ、やばい。一体も見つけないな、結構。ショック、あれ右の木のなんかとこにおらんか、テラスみたいなところに白いゲモが、あれは違うか。うわ、わからん。あー、じゃあ見間違いや。そこにいたんだ。うわうわ、よく見たらおるわ。うわ、今回よく見たらおるだけでショックや。みんなわかったこれ。うん、みんなわかったやんだ。俺がね、目つぶってたところでしょうか。アンパンマン新しい顔。はい。というわけで、みんなの動画見ていきましたけど、これアンパンマン完成するんですかね。うん。絶対、完成しちゃうん、絶対、これ。おーい！いや、これ、マリオが邪魔やったか？これ、回転して入っていく感じ？バタコさんの投球能力というか、投球スキルが足りなかった世界線のアンパンマンですよね、きっとね。すごいですもんね、バタコさんね。全然そんな関係ないけどさ、バタコさんってさ、すごい距離からさ、横回転とかさせながらさ、アンパンマンの顔交換するじゃないですか。しかも、もうアンパンマンの、アンパンある状態でね、入れ替えますから、そう考えるとやっぱすごいですよね。で、きっとこれはね、バタコさんの投球スキル、多分レベルマイナス50ぐらいでしょ。さあ、2回目。うん、さっきのマリオ邪魔やったからね。マリオが真ん中にいたら入るかどうかちょっと、見物や。うん。あ、これいいんじゃないか？って、いや、どうなんだこれ。入るか？入るか？入るか？おい。これ、あれなんか。100回ぐらい挑戦したら、クリアとかできるんですかね。ちょっと、ちょっと、もう一回見ますか。ちょっとこれ、等速で見ますよ。ちょっと今スローやったんでね。ちょっとこれ死んでみようか。マリオ一回死んでみたら、あ、また3回見捨てる。この上の方で。はい。はい。はい。どうだ？はい。はい。ダメなんだ！ダメです！下手くそー！